はい、どうもみなさん、こんにちは。千代田浩二です。なおけども、覚えて帰ってください。ということで、今回ですね、この11月25日でですね、僕はYouTube 初投稿からちょうど1年が、経ちました。はい、1周年記念でございます。はい。このね、バウンティラッシュやりまんねんという動画からですね、1年経ちまして、はい。まあ、なんでね、ちょっとこう、1周年記念ということで、何か残そうかなと思いまして、今回、私ね、相棒のスネークマンを、フローアームにしようかなと思います。はい。本当に最初期、僕、スネークマンが出た頃に始めたんですよね。なんで、最初の頃は本当に彼にお世話になっていてですね。まあ、なんで、まあ、その恩返しじゃないですけれども、まあ、彼をね、真の姿をね、こう、見せしようかなと思います。はい。で、まあ、ここ押せば、いけるんですけども、そんなもったいないことしませんよ。一マス一マス、一歩一歩歩んでいきましょう。はい。この時間ね、ご理解いただける方、いただけない方いらっしゃったと思うんですけども、まあまあまあ、ね、わかるでしょ、この気持ち。なんかこう、もったいなくないですか？ここ、一つのボタンにポンっていくの。なんか10段階とか20段階とかいいんですけど、せめてここはね、なんかこう、噛み締めたいじゃないですか。まあなんで、いや、もうこれで、完璧な、最強のスネークマン、出来上がります。行きましょう。よいしょ！オッケー。あ、しかも46と、はい。ちょうどいいですね。46ね。はい。で、今回ね、まあ、彼専用のメダルを作ってきました。用意しました。あ、これですね。ドゥン、ドゥン、ドゥンと。まあ、ルフィ3種なんですけども、まあ、スネークも入れてね、やるんですけども、火力マックスですね。これが今出せる彼の最高火力です。70% プラス300。で、体力が 30% です。はい。まあ、彼はね、ゲッターじゃないんですよ。アタッカーなんですよ。なんで、もうこの最高火力で、バッサバッサね、環境キャラ、シャンクスたちを芝居できたいと思いますんで、ご期待ください。はい、ということで、ご期待くださいとは何ぞやという感じなんですけど、今からやっていくんですけどね。で、今回、組んできたパーティーはこちらですね。はい、キャラタイプはもうアタッカーだけです。もう倒すことに特化しております。はい。なんで、まあ、スネークマンと、まあ、リカバリーね、すぐ前線に復帰できる、スキルをね、組んできましたんで、これで、早速じゃあ、やっていきましょうか。さあ、ということで、第一戦目やっていきたいと思います。ご注目ください。ピカッと光りましたね。はい。いや、これがね、フルオーバーブーストの特権なんでね。まあ、シャンクスも、誰だっけ、ロジャーか。まあ、いるんで、まあ、言うでしょう。行きましょう、行きましょう。見せ場作れないんでね、やっぱり。で、前半行ってもらって。あ、こっち感じやろうか。危ない。無敵スキルやんな。もうないよ。回避。大丈夫その感じ。お前にはもう技がないぞ。こいつがった、コブラ！よいしょー、いいねいいね。さ、虫の息だね。終わらせようか。こいつがった、ここ、マンバ。終わり。よいしょー、強くね、マジで。たまんねえぜ。それは甘いぜ。オッケーオッケー。で、今まで取れるよね、こっち。お肉、お肉。グラム行ってんのか誰？はい、一発落としといて。いいよ、いいよ。いや、見てなかった！きついぜ。任せろ！ナイスコブラ！いいね、いいね。入っていく、いいのが入っていく。さあ、ここしっかり溜めましょうか。ロッチャさんお願いします。厳しいです。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス！ナイス！シャンクス飛んでくる。怖い。これ、武装まで待ちたい。生き残りたいよ。絶対に。知ってる、飛んでくる、知ってるよ。よかった、お肉来たさあ、倒そうか、シャンクス。おい。ガイツだって、コブラ！いや、ちょっと、それはさ、待ってよ。わかんないよ、もう。武装来るまで落としたい。来ちゃった。あー、無理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 。無理よ。うん。ほら、歌もやられちゃった。さあ、行きましょうか。じゃあ、式でね、巻き返せばいいと思うんで。甘いぜ！いや、俺が甘かったのか。とか、今ので外れんの？マジ言ってる？きつ！きついんですけど。ちょっと待って、とりあえず減らそう、ゲージを。で、スネークマンに繋ごう。結局、マルコが真ん中取ってくれれば、なんとかなりそうやね。よし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 、いよいよ。いいね、四季の機動力。本当さすがです。ここ。あ、やめて。本当やめて。
キュイーン。よし。危ない当たってる。バン。それで。やめて、そこ離れたく、離れたわけじゃなかったの。離れろ。オッケー。あー、まずだろ。あ、違うよね。じゃあこっちやな。はいはいはい。やばれ。あ、よかったかった。あぶねえ。まあまあ、ぼちぼちスネークもやれたと思いますし、四季も活躍できたんで、よかったと思います。はい、ということで、ここからね、2戦目、3戦目はちょっとアトリ解説で、ちょっといろいろお話ししていきたいこともあるんで、やっていこうかなと思います。はい、僕以外シャンクスですね、びっくりしました。地獄です、はっきり言って。何を見ればいいのかわかんないですよね。で、まあ、解説は置いといてね、まあ、この、オノリン、1年経ったわけですよ、マジで。で、今25日の深夜の、27分ですね、12時27分、今27分経ったんですけども、今現在ね、おかげさまで、1865人の方がこう、支えてくださってるんですよ。当初はね、この2022年内に、まあ、1000人いったら本当に嬉しいなって感じだったんですけど、まさかね、それをこう、軽く上回る、なんか結果になってですね、まあ、本当にたくさんの方にこう見ていただいて、まあ、こう応援していただいてね、マジで本当に嬉しいんですよ。で、まあ、人間というものはね、本当にこの欲深い生き物でございまして、なんなら2000人行こうぜっていう最近、勢いでね、今ちょっと頑張ってるんで、本当に、まあ、まだまだ頑張ってきたなと思うんですけれども、まあ、本当にこの1年っていう節目でね、なんかこう気持ちよくね、こう、迎えられてよかったっすね。ほんとよかったっすねって自分のことなんですけど、よかったなと本当に思います。はい。で、まあ来年はね、まあちょっと前にも言いましたけども、5000人目指して、頑張っていこうと思ってるんで、2023年は。はい。まあね、そういう、こう目標もね、こう、持ちながら、頑張っていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。はい。で、まあ、ぼちぼち、まあ、そういうね、真面目な後期を置いといてですね、ちょっとお話ししていきたいんですけど、このスネークマンに対してですね、はい。正直、ロジャー、あと、おでん、赤犬は、別にいけるんですけど、いかんせんきついですね、シャンクスは。52マスにしても、ちょっとこうワンパンできないんですよね、持っていけないんですよ。やっぱその回復特性もありますし、この見えないしね。これもきついね。で、まあ、不要に突っ込んできた人に対しては、マンバでいけるんですけど、このマンバがジャスト回避に疲れて、その、赤髪の破棄状態になってしまうんですよ。これがきついんですよ。マジで。まあ、なんで、まあ、ジャスト回避決めたときついのは他のキャラにも、続くところあるんですけども、その中でもきついのはやっぱ本当にシャンクスですよね。強力な特性を与えてしまうっていうのは、まあ自分にとっても仲間にとっても不利になってしまうんで、なかなかにね、むずいですね。で、まさかこんな簡単に落ちると思わなかった。本当に。まあ確かに、88で耐久も全然ないんであれなんですけど、ちょっとびっくりしましたね、今のは。衝撃映像でした。はい。で、ここから先はね、ちょっと遅いの抜いてるんで、もうあそこはもう取り返せっこはないんでね、あとこっち守っていこうかなっていう感じで、見てますよね。はい。まあでもそう思うとね、このオデロジャー赤犬に対して全然やれるスネークマンが52マスになってもきついシャンクスって本当にぶっ壊れなんだなとこう改めて思いますね、マジで。よくやった。いや、まあ味方にいたらそれは頼もしいことにね、こう越したことないんですけども、いや怖いですね本当に。やっぱそのなんですかね、タゲを取らないということが本当に厳しいです、マジで。コブラがね当たらないんですよ。本当に。突っ込んできたところに溝落ちズーンとかでいけるんですけど、なかなかにね、こう当てづらい。マジで。そこの下方修正はね、多分ね、みんな良しとすると思うんですよね。シャンクスを勝った僕ですら、ね、課金した僕ですら、うん、それぐらいならいいよって思えるんでね。思えちゃうんで、やっぱり。本当に。いや、おかしいですね。まあ、赤犬はね、こう、通常強くないんで、まあなんかこう、ね、ベベベーってうまいことやればいけるんですよ。まあ、ヤマトはね、ちょっとあれですけど、僕は難しいところではあるんですけどね。で、まあ、今回ね、まあ、その52マスになってですね、まあやっぱり気持ちいいもんですよ、本当に。正直こう、強くなったのかなっていうのはわかんないんですけど、まあまあ、そこはね、まあまあまあ、ね、数値的に大きな部分はないんですけど、まあそこはもう自己満というかあれなんですけど、一撃に対する重みは絶対に明かさんでですね。まあ、さすがにそのまあ、そこはね、こう、アタッカー、
なんで、あれなんですけど、今なんか無敵スキル、なんで僕に来なかったんですかね、わかんないんですけど、見てても。まあ、だからロマンですよね。赤サンジとスネークマンで52マスコンビ組めるんですよ、僕は。この先。やりますよ。いずれね。今ちょっと、他のキャラ使いたい衝動に駆られてるんであれなんですけど、で、ここね、ちょっとね、コブラ決めたとで今なんですよ。今みたいな感じなんですよ。まあ、なんでちょっと厳しいっていうのが、まあ、正直な話。はい。で、また見てきてでしょ？これ厳しいですよ。本当に。で、二人目来るんですよ。で、まあ、意地でね、なんとか一人を落とすんですけれども、まあ、この人には負けてしまうと。はい。まあ、でも、スネークも本当に、いい活躍見せてくれたと思います。シャンクスもね、赤い犬も倒して。まあ、なんで、いいんですよ。スネークマン強いですよ。強い。強いけど、シャンクスが強すぎるだけなんで。まあ、なんで、ぜひね、皆さんもね、使ってみてください。わかりますよ。使ったら強いやつなんです。本当に。楽しいですし。で、ここワンチャン残波かけたんですけど、ね、やっぱ無理ですよ。当たんないですよね。掴まれてグレーンで飛ばされるっていう。地獄。本当に。もう、何もできない。いやー、こうやってね、前線にこう、ガツガツ攻められるディフェンダー、トレーボルはマジで強いですね。本当に。運ゲー。マジで。まあでも、運ゲーにしないといけないぐらいの環境にしてしまった運営さんに問題があると思いますけどね、僕は。はい。ここナイス水落ちでしたね、本当に。わー、飼い犬もしっかりね、落としてね、かっこいいスネークマン、はい、たっぷりお見せできたと思います。で、ここなんですけども、ダウンしないんですよ、これ。トスカからっても、これね、スネークマンの優秀な特性が発動したんですよね。付随するダメージ効果を 10% 確率でカットするというね。こういう神、こういう可能性もあるんでね、スネークマン、おすすめですよ。はい、ということで、フローバーブースト52マススネークマンいかがだったでしょうか？強み、弱みっていう部分をたっぷりお見せできたと思います。はい。まあ、シャンクス、非常に厳しいところではありますが、もうワンチャンある。そして、まあ、他のキャラに対しても、まあ、ぼちぼち仕事はできるんで、まあ、そんなにこの環境に殺されたキャラではないのかなと僕は今回使ってみて思いました。結構久々に使ったんですけど、まあ本当にタゲ取らないところだけお願いします。ちゃちゃっともうサイレントでいいで修正していただけると助かりますね。はい。なんか持つと震えますね、スネークマンが。痙攣します、痙攣マン。まあ痙攣マンは別にいいんですけど置いといてね。まあ本当にこの1周年ということでね、これから先もね面白いとか楽しいとかどんどんね、こう、お見舞いしてやろうと思ってるんで、躍起になってね、さらにこう、頑張っていくんでね、今後ともよろしくお願いします。ということでね、今回はね、ここら辺で終わります。お相手は、千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。